中野秀夫の YouTuber でございます。よろしくお願いします。今日のお客様は、はい、場所も違うし。そうですね、今日はいいとこ。今日どうしたんですか、格好。え、半分みたいですか。ちょ、メガネにちょっと色味がかかってて怖いんですよ。オーナインさんから提供していただいてるね。今日圧がすごいですね。ちょっと半分みたいでしょ。今日ちょっと圧がハングレチックで来てみました。はい、新しい場所だから気合が。そうです、綺麗な。今日は素敵なお客様でございます。はい、ね、はい、本宮康和さんのお兄さん。そういう紹介の方好きですね。ええ、原田龍二さん。原田龍二さんに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秀夫の部屋に。秀夫の部屋。ありがとうございます。お招きいただきまして。ゲストの部屋。ありがとうございます。違うからね。ゆうちゃんとは古くて。はい。相当古いよね。僕の記憶だと、1994年なんです。クリさんちの魔女たち。あの時に初めて秀さんにお会いして。そう、俺もそう思った。私1歳なんですけど。はい、やば。今年やば。本当ですか。やばい、私今年で、え、今年来年の1月に29になるので。いや、びっくりした。今30周記念やる、ね、やる2人で30周に出会って30周来るからお世話になってます。本当にあれはテレビ朝日、違う、テレビ朝日、テレビ朝日、そこで出会って、その時、その時にですね、はい、こんな怖い人がこの業界にいるのかっていうのを僕は体験させていただきました。失礼だね。本当に、あ、こんな怖い人がいるんだったら俺やっていけるな。ちょっと音は小さいけど申し訳ない。大丈夫。はい、怖かったかい？すごいこと。まあ僕には優しかったんですけど、これは違うなっていうことに対しては一切曲げない。どういうでもね、傍から聞いてると、あのヒデさん間違ってないんですよ。あ、うん、おかしいと思うことにちゃんとストレートに自分の意見をこう申し述べてるっていうのがね、かっこいいなと思っちゃって、そっからずっともう僕は大好きな先輩です。そうなんですね。礼金師やっぱりそうですか。いや、そうなりますよね。そんな気がしたんですか。どちゃくそ切れたんですね。でも現場すごい楽しく、本当ですか。もう現場のムードメーカーさんのドン引き、みんなドン引きしてましたね。ドン引きしてたよね。何よこの役者みたいな。その出会いで逆にもう僕はもう大好きになった。好きになったっていうことですね。ずっともうお慕い申し上げてます。そういうことじゃないと思うけど、バリドミノっていうのを遊びじゃないね、はい、トランプみたいな、休憩時間にね。そう、それを石黒健ちゃんが俺たちに教えて、はい、ずーっとバリドミノやってんだよ、撮影中も。バリドミノやるために撮影してるんです。なるほど、逆なんですよ。逆、トランプを呼びに来たらなんだよ今、いいとこなんだよ。もうちょっと、ちょっと待ってください。もうちょっと待って、撮影止めて、そこに黒木ひとみさんとか待ってるの。へっちゃら、俺たち小野寺明さんもいらっしゃる。そう、小野寺明さん大先輩いるのに、バリドミノ。いやー、すごい。楽しくやらせていただきました。楽しかったね。緑山スタジオで、緑山スタジオ、ずっと緑山様にいたの。なかった緑山なんだろう、ね、もう古くから本当にお世話になってるんですよ。その時に、本宮康和くんを連れてきたんだよね。あ、そうでしたっけ。挨拶に。あ、そうですか。僕の弟ですって、はい、多分彼もデビュー間もなかったと思うんですけど。いや、まだ本宮康和になってなかった。あ、そうですか、うん、うん、まだあと、うん、どっかの外国からなんか帰ってきたみたいな。え、それ、え、あ、違った。なんかあの、何、映画の、え、違うあの格闘かなんかのキックボクシングかなんかでどっか外国行って、外国は行ってないですけど、その時になんかちょうど行ってて、行ってないです、行ってないです。あれ、楽しいですか。でもまあ、まだその俳優としては、俳優としては当然出てない頃でしたよね、はい。俺と本宮の名誉のために言いますけど、我々は不良じゃないですから。あ、アウトローとかじゃないですから。ああ、なんですか。間違ったこと、あ、俺ちょっと待ってください。はい、ご自分のこと言うって言う。今日はそういうファッションもあるから、はい、なので そういうのじゃないので、なんでなんただその役柄とかはね、そういうものが多くなってしまいましたけど、結果的に多分彼も弟も僕の中でもそういう意識はないんです。普通だからさ、本名言われたら本名隠すの全部普通に言うもんね。最初は隠してたんですけどね。本名なんていうの。本名平井正明です。元宮康和は平井康之です。もう今ウィキペディアに全部出てますから。泣く子も黙る平井兄弟も。いや、黙らないですよ。泣く子はいないです。泣く子はいない。その話で全部行くんじゃないでしょうね。いや、行かない。来るから大丈夫か。
いいとこちゃんと。でもそもそもは、まあ、こちらにもね、この DVD 飾らせていただいてますけど、これも宣伝で来てるから、宣伝っていうか、もう僕はずっとこの撮影現場でも、はい、もうすでにヒデさんはこの YouTuber をやられてたんで、はい、僕をいつ出させてくれるんですかって話をしてましたもんね。はい、もうね、これもうトゲのあるところに飛び込んでくる。もう季節変わっちゃいましたよ。そうですね、これ面白い、ね、冬でしたからね。面白い面白い。やっと出させていただいて、なんかね、誘いづらいんだよね、あの一辺から。あの一辺から大丈夫です。大丈夫。もう怖いものなくなっちゃった。怖いものなくなっちゃいましたからね。もともと怖いものないじゃん、別に。いや、よりもやっぱこう、奥様のこととかね。まあそうですね、そこら辺の一つハードルを超えたっていうか、まあ、自分もまだ人生続いてますから終わったわけじゃないよね、はい、うん、そこからもまた人生がありますので、ね、でもすごいいいよね、綺麗な奥さんが、はい、素敵な家族、素敵な家族、これから作ればいいんだ、はい、もうすでにもう素敵な感じに映ってるし、映、はい、ってますね、ありがとうございます、いいと思います。息子さんもサッカーがすごい、そうですね、サッカー息子で、息子は本当にしっかりしちゃって、まあ、俺が反面教師になってるのかもしれないですけど、顔似てるの、顔は、まあ、かみさんとちょうどミックスされて、これ言っても大丈夫なの、息子の話、もちろんです、もちろん、アメリカでやってるの、彼も YouTube やってるんですよ、自分で全部編集して、すごい、アメリカでやってます、英語で、要するにもう、アメリカの社会に入っちゃってるんで、まあ、大学入っちゃってるから、周りみんなアメリカ人だし、アメリカ人っつっても、本当、南米の友達もいれば。アフリカンの友達もいるんで、もうすごい中に入っちゃいました。プロとしてやる場合の可能性があるわけでしょ、うん、というよりも、まあ、プロ目指すために向こうに行ったんで、お金かかるね、そうですね、はい、でも本人は日本にいれば、まあ、その結構強豪のクラブチームに入ってたんで、声はかかったはずなんだけど、そうじゃなくて自分は厳しさを当然分かった上でアメリカに行きたいと。すごい。なんとお父さんで、ね、お父さんもやることやるからね、いろいろ。やることやんないとやっぱり。ああ、俺たちの大先輩の小沢仁さんっていう方がね、もう生の野獣が。いや、でも先輩が元気だから。元気すぎるでしょ。元気すぎますね。困るもん俺が、うん。ただああいう方がいることによって我々もやっぱ負けちゃらんないなっていう士気が上がるじゃないですか。そうだね。負けていいと思うよ、ね、ここには。今ちょっと違う話してます、うん、お仕事の話とかされてるので違う話してますよね、一人だけ。いいんです、いいんです。もう慣れてるから大丈夫ですか。あしらい方がうますぎて。なんかこれ久しぶりに共演したよね、これ久しぶりだ。もう本当にね、心がないだろ。いや、中野秀夫さんという役者は、なんていうのかな、別に詰まるの現場を面白くするっていうよりも、どうしても現場って自分のセリフとか自分のやりたいことでいっぱいいっぱいになるんですけど、そこにうまくリラックスの空気をこう入れてくれる方なんですよ。いや、それはね、この間弟とも話したんですけど、やっぱ唯一無二の人だなって。いろんな意味で。やだな、もっと褒めて。褒めてほしい。ヒデさんの凄さって多分ね、みんな口にしないけどみんな分かってると思います。え、うん、なんかあんまり褒めてもらおうことないですよね、ここで。苦情じゃない。だからヒデさんがいるとなんかね、よく撮っていいの、はい、よく撮っていいの、もちろんです、そのまま、うん、なんかね、スピットで帰っちゃうの、一つね、一つね、ギアが入るんですよ、こっちも。ヒデさんが現場にいると思うと大変なだけな現場じゃない、なくなるんで、ヒデさんがいることによって。これとかでも結構大変ですもんね、リュウジさん寒いのに上半身裸だったりとか。いや、でも我々大変な仕事しかしてないですもんね。そうですよね、うん、まあ、我々っていうか年取ったから、はい、なんかすごく楽でさせてもらってるけど、さらに年上がいるので、ここには。そうですね、そうですね、大先輩が2人いますんで、まずいますね。ガッツさん亡くなられちゃったんで、まあ、ストーリー上ね、ストーリー上ですね、亡くなれちゃったんでね。ガッツさんでも随分我々は笑わせていただきましたね。いや、面白かったですね。伝説のシーンがね、ありましたからね。最高でしたね。なんだっけ、ワンの時ですか、あれ。ワン、ツー、どっちだろう。お前が頭だよ。頭だよ。頭を託されるっていうね、俺がね、死ぬ間際に。姿さんは自分の頭だと思ってるから。頭になると思ってるから。姿さんの反応とかももう、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。
ああいうね、こうなんていうの、アウトローももちろんいい、安風がやってるような日本統一みたいな、はい、兄貴がこういうちょっと反コメディーのような、うん、でもちょっとそういうところもピリッとするところもあるようなのは俺嬉しくて、はい、ただこの世界観を作ってくれたのは浅尾監督なんですよ。ああ、はい、これからね、これからちょっとお呼びしてる、そうなんです。もう浅尾さんとの付き合いも長いし、もう僕がもう大好きな方なんで、うん、浅尾さんの、うん、そうね、俺ね、浅尾さんのことあんまよく知らなかった。はい、で男爵の人かと思った。でも最初はそういうイメージだったんですね。イメージだったよね、はい、ところがちゃんとあの勉強してさ、ちゃんとして、なんであの人ガンエフェクトやってツイッターずっとピストル触ってるおじさんなの。好きなんだ。途中注意してやろうかと思うことがある。それさ、ガンを愛してるんですよ。愛してるのは分かるよ、うん、だからそれは捕まるだろうっていうさ、うん、前世ピストルだったんじゃないですか。ずっとピストルのことをやってるわけだよ、うん、いい年こえて。でな、あれに反応するのは山口良幸だけなの、はい、あれもピストルだ。山も好きですから、ね、犬かピストル、はい、な、うん、でも安風の隠れながら自前のピストルとか持ってるんだよ、はい、うん、みんな好きですよね。みんな好きなんですよ、野郎はね。だから浅尾監督でサバイバルゲームやるって言うんだ、はい、サバイバルゲームっていうタイトルを何本かできますよ。書いたことがあるんだよ。ヤクザ同士が戦争できないご時世になっちゃったから、はい、サバイバルゲームで決めようぜって。面白そう。ありかもしれない。ここまさにこれに近いんだけど、助ける八百屋とか。ああ、スイカが割れたりして、ジバの八百屋とか、そういうやつらが助けに来るわけだ。もうプラトーンみたいな格好で来るわけだ。八百屋がいいですね。いい。で、カラーのあの知らないか、ピンク色とかつくんですね、うん、こう体についたり、ついたり、あのだから昔の映画の中でやったこう死体っていうのをかけられて、あの山の中でも死んだよっていうね。いや、死んだって寝てなきゃいけない、そういうこうヘビが来たりとかして、ずれながら。それできそうですね。面白い。それありっていうタイトルで俺一回書いたんだけど、はい、俺なんせ文法が書けないから漢字がだけなんですよ。ほとんどひらがなで書いてるから、はい、自分でも後読みしたら何書いてるの。それじゃダメですよ。それでも頑張ろうとした時期があるわけ。でもアイデアはありですね、それね。面白い。企画としてはヤクザ同士なんだよ、ちゃんと、うん、だけどやっぱ組員大事じゃん。確かにこんな暴体を追いかれてさ、ヤクザになりてえなんて言ったらどんどん少なくなっていくわけじゃん、うん、組員大事だから殺さなきゃいかないわけ。それ面白いですね。ちょっとサバイバルゲームできねえかって。それいいかもしれない。これで下町人形でもできるよな。なんなら外伝かなんかでね、外伝でスピンオフで。あ、いいですね、うん、若い人殺せねえから、はい、サバイバルゲームやろうぜって話も。スガさんとかみんなもうめちゃくちゃ覚えてくれるんですもんね。戦国自衛隊みたいな。千葉新さんみたいな。やりてぇ、そういうの。ちょっと浅野さんに行ってみましょうか。ちょっと救急車うるさいけどさ、うん、監督が考えてくれるかもしれないです。あ、はい、でも大体俺の企画通んねんだよ。いや、あの本気が伝わらないじゃん。違うんだよ、ここさ、はい、制作やってくれるのにさ、俺の企画ほとんど通んねんだよ。冗談だと思われてんじゃん。冗談だよ、俺本気言ってねえ。俺もね、今日社長いないから言うけどさ、はい、いつもいるんだ、そこにドンと構えて、はい、どんなんじゃん。でもこれちゃんとはっきりね、今しょうがない、言いましたからね。社長見るからね、スタッフの証拠ができましたから。だつまんねえんだと思うんだよな。うるせえな、お前。お迎えに来たわけじゃない。違うよ。違いますよね。違う。どうしたんだ、あそこにパトカーがいるな。新しいロケ地で、これなかなかこう隠れないところにしたんですよ。でもいいよね、こういう新しいこのシリーズ、俺もどんどんもうちょっと続けてほしいなと思って。うん、面白いですね。ね、やっててどうですか。やっててね、やっぱりこう須賀さんとか関根さんとかとも絡めるし、龍、はい、ちゃんとも絡めるし、やっぱシンみたいな若いやつもいるし、友人とか、うん、あのなんかこう昔から仲のいい連中で作りってるので、うん、楽しいしかない。楽しいですよね。日本統一と同じ、うん、で日本統一で安風を味わって、こっちで原田龍二を味わって。贅沢ですね。この平井を味わう。でもこういった作品ありそうでなかったですからね。ないね、うんうん、なあ、面白くやらせてもらってますけど、もっともっとこう当たってくれたらいいなと思うし、うん、並ぶぐらい平井兄弟の競り合いみたいな。いいですね。両方、俺と姿さんは両方出てるから、あ、い
いいとこ取りじゃないですか。いやでもありがたいですよ。え、なんです、うん、俺たち脇役俳優ってそれができなかったら、まあね、食べていけないんだよ。切実、ね、あのいやいや平井の器で遊ぶって、うん、面白いですね。いやそう言っていただければもう嬉しいです。関根さんも巻き込んでね、いい役者ですよ関根大学って。もう格闘できるし、はい、あの年で動きすごいですもんね。ね、日本統一も出てもらって両方いるっていう。うざいのか。うざいのではないですよ。三時時がいい感じに。そんで今日あのヒデさんにお会いしたら、お会いしたらっていうよりもこのヒデさんの YouTuber に出させていただいたら、ちょっと心霊の話をねしたかったんですよ。で僕も僕でちょっと弱小ながら YouTube やってるんで、なのでいつかちょっとお誘いしたいなっていう。何心霊の心霊スポット。心霊だけは本当にね、パンチパーマの味は怖くないんだけど。心霊だけは本当に怖いんですよ。だからもう険しい顔になってるはずなんだ俺もう。相当険しいですね。なんですけど普段そういう能力のない人が現場に行った時にそのビギナーズラックじゃないけどやめてよ、何か起こるんじゃないかなっていう。で霊能者の人を連れてったらそういう方たちは見えたりね感じたりするのが当たり前だけど、我々素人が行った場合に何かそういうビギナーズラックがあるんじゃないかなって毎回僕は期待して。俺今反射キャラクターで売ってんだよ。まあ、それとは別に。いやだそれがさ崩れていくじゃん。そんなお前崩れない崩れないです。いい肉付けになります。こんなにこんな側面があるんだと、中の左こんな側面があるんだって、またさらに魅力アップです。ビビりじゃねえかこいつみたいな感じになっちゃうじゃん。本当にビビりなんだよ。いや目に見えないものに対してはでもやっぱそういう恐怖心ってあって当たり前だと思う。見えないんだから家連れて帰ったらあるでしょ。あでもちゃんとお祓いできる人が一緒に行ってるんで。そうなんですね。大丈夫なんです。お前行けよ。嫌ですよ。でも2人で来てください。絶対嫌です。こいつもダメです。私は本当にダメなんです。いやダメとかそういうのは置いといて、その自分の身を自分の身をそういうところに置いたらどうなるのかなって、まあ実験です。あでもリュウちゃんこいつだったらさ、はい、奥さんに疑われることになったら。いや疑って見てないですから。もうこいつ貸してよ。疑う疑わないとかじゃなくて。俺誘わないで、俺いろんなとこ誘っちゃうよ。いやじゃなくてポテトルとか誘いに行って、いやいや高鍋呼んでさ。いやじゃなくて3人で行こうぜみたいな。まあそれはそれでいいんですけど、それはいいです。奥さんに言うよ俺も。今日は帰ってこないから、リュウちゃん悪い先輩も。ヒデさんの、ヒデさんのこともよく分かってますから、彼さんは。もう女当てがっちゃうから。ちょっと考えておいてくださいね、でもね。こっちがいるから。本当にダメですね。はい、本当にね、やめてもらっていい？でも、実は、どうして感じたりするんでしょ？いや、平井君はさ、どうしてさ、俺をいじめるんでしょ？いじめてないんですよ。先輩お誘いしてるんですよ。先輩なんだよ。先輩をお誘いしてるんです。誘ってくんじゃねえよ、そんなことに。